ロスを解雇のアブレイユ、弾き出されたグリエルが 3A で2塁打アストロズは14日、日時間15日、2020年アリーグ MVP のホセ・アブレイユ内野手を解雇したと発表した。2022年オフに3年増額5850万ドル、約92億円でアストロズ入り。これにより居場所を失いチームを去ったのが、元 DeNA のユリ・グリエル内野手だったが、この日の 3A の試合で2塁打。健在ぶりを示すという皮肉な展開になった。通算1587安打、263、塁打を誇る37歳のアブレイユは、ホワイトソックスで2014年に新人王。2019年から2年連続打点王に輝き、短縮シーズンだった2020年には打率317、19塁打、60打点で MVP を受賞した。アストロズ移籍1年目の昨季は141試合で打率237、18塁打、今季は35試合で打率124、2塁打、7打点と不調にあえいでいた。一方、40歳のグリエルはアストロズで2016年から7年間プレー。2021年には首位打者に輝いたが、2022年は打率242に終わった。オフに FA となり、アブレイユと入れ替わる形でアストロズを離れた。昨年はマーリンズで108試合に出場し、打率245、4塁打、27打点。今季はブレーブスとマイナー契約を結び、参加 3A グーイネットの一員として出場した。この日の試合で2発を放った。ここまで35試合出場で打率261、134打数35安打、4塁打20打点、出塁率346、長打率425、オプス771をマークしている。全米野球記者協会所属のフランシス・ロメロ記者が自身の X、旧、ツイッターに今夜グリエルは 3A でマルチ塁打。2019年8月14日以降では初となる1試合2塁打と綴るとアストロズファンと思われるファンから戻ってこいとコメントが寄せられた。また、アブレイユ解雇の報を受け SNS には嘆きの声が。ユリ、グリエルの方が断然いい選手だ。いい選手がいないんだったら、ユリを残しておくべきだった。お金が、アブレイユよりかからない。ユリが、私たちのためにしてくれたことと、アブレイユが、私たちにしたことを考慮すると、アブレイユとの契約は、間違いなくひどい決断だ。方が、グリエル切ってアブレイユ取った動き謎だったよな。グリエル、との関係を切ったのに、アブレイユさんが出切られてまさに悲しい、と、コメントが寄せられている。フルカウント編集部。